はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。ついにですね、待ちに待ったお知らせ、アーロンのお知らせがやってまいりました。伝説のガードアーロン、なんかあれだね、通常のアーロンのトラマスが2つ名になるみたいな、そんな感じなんだね。まあまあ2つ名をアーロンにつけるとしたら伝説のガードだよね。まあそれしかないよね。今この時よりお前のガードを務めたい、よろしく頼むぞと。いやーもうかっこいいね、もうあの情景が本当に目に浮かぶわ。で、物理アタッカーで実装されますと。いや、どうなんだろう。やっぱアーロンって言ったらデバフもできるね、アタッカーだから。いや、ほんと10の時はもうティーダに次ぐ火力だったイメージがありますので、どうだろうな、ホークアイと同じぐらいのデバフ倍率持ってて、なおかつアタッカーとしての性能も、まあ、ほんと、ホークアイに劣らぬぐらいの、まあ、一撃フィニッシャーでもいいけど、いや、それぐらいね、ちょっとアタッカーの性能も高くあってほしいなと願うばかりですね。で、物理アタッカーだから武器デバフあってもいいかなと思うんだけど、アーロンって持ってるのが基本刀、まあ、見えるとしても剣ぐらいだから、まあ、来るなら剣デバフがいいかなと思います。そしてもう一人実装されると、大召喚師ブラスカ。まあこれはもうね、FF10 をやってる方、もしくは察しがいい方だったら、まあ、すぐ分かるんだけど、あのキャラクターだね。いやもう激アツだよね。私もぜひ同行させてほしい。そうすれば君の願いは叶うし、私は故郷に帰れるかもしれないと。いやもう最高、マジで最高。しかも支援タイプだから絶対召喚系の支援でしょ。いやもうあの子と一緒に組ませたいよね。てかもうそのシナジーしか期待してないよね。いやこれは欲しいな、めちゃくちゃ欲しい。そしてネオビジョン解放されるのがジェクトと。いやもう最高。ルールも一緒に来るかなとか思ったんだけど、ジェクトだけだったね。いやでも十分だよね。こうなっちまったから、こうなっちまったら、手加減とかはできねえからなと。いやもう最高。いや、ジェクトもさ、めっちゃかっこいいよね。いやもう、ほんと FF10 をプレイしても、ジェクトとあの主人公ティーダとのもう絡みにはもう涙せずにはいられませんでした。もう本当に待ちに待ってました。もう最高、ジェクトありがとうございます。そして新ビジョンカード、これはお前の物語だ。というしビジョンカードだね。これはもうあの冒頭も冒頭のシーンだね。物語が本当に、ここからティーダの物語が始まるぞというタイミングの、あのビジョンカードの1枚だね。いやこれは欲しいわマジで。これでもアーロンとさ、ジェクトどうなんだろう、ブレイブシフトあるのかな。アーロンに関してはね、多分スーパー LB タイプじゃないかなとちょっと思ってる。まあユーナが BS があるタイプだったから、多分ねこっちは手抜いてくんじゃねえかなって思ってんだけど、どうだろう。あの BS があるのであれば、まあ一つはやっぱり妨害で、一つは物理アタッカーの、まあアタッカーとしての性能、そして、まあ、妨害であるデバフ系を分けてくるんじゃないかなとは思う。でジェクトはね、多分確実にと言っていいほどスーパー LB タイプじゃないかなと思う。もし BS するなら、もう今さ、シリーズボスにあるあのジェクト、ブラスカの究極召喚のあのフォルムで出てほしい。無理だと思うけど、絶対無理だと思うんだけど、それでやってほしいな。でもジェクトが BS するとしたら、なんかそのイメージしかないから、多分スーパー LB かなとは思うんだよね。いやーこれはさ、すっげー楽しみ、マジで。で一応メンテナンスが、月曜の12時からやると。で何が来るかというと、まあ、もちろんね、ガチャもそうなんだけど、まあ、レイドバトルが開催されると。でさらに強敵バトル大いなる厄災だから、これはもうさ、物語の根幹である、まあシンだよねが来るのか、それともラスボス的な位置づけのものが来るのか。いやこれはね結構楽しみだね。で新たなキャンペーン、新たなユニット、新たなビジョンカード召喚で、新たなクロニクルバトルなんだけど、これなんだろうね、アーロンの政宗かな。まあそれしかちょっと出てこないんだけど、あとはなんだ、誰がある。いやでもそうだよね、多分アーロンの政宗のクロニクルバトルだと思うんだけど、いやこれも楽しいね。そして性能調整っていうのもあるから、これもね地味に気になってはいるので、いやほんと明後日が早く来てほしい、それしか願うことはない。でどうなんだろうね、ガチャのタイプはまたピックアップっていうかステップアップかな、ユーナと同じ方式取ると思うんだよね多分。
あのティファとエアリスとそしてセフィロスが後で来た感じと多分同じ感じに同じ位置づけだから10と7が、あの今回のやり方とかが多分そうじゃねえかなと思ってるんだけど、いやこれは引きてえなあ、もうめっちゃ欲しいわ、てかブラスカが一番欲しいかもしんない。いやこれはねもう楽しみでしょうがないね。うちはあんま性能のことを言えないのが申し訳ないけど、いやこれ性能のレビューもね本当に楽しみにしていただきたいなと思います。いや皆さんもねぜひこの3キャラに対するコメントをお待ちしておりますので、どしどしとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。